皆さんこんばんは、本日は年末特別番組といたしまして、西部進先生においでいただきまして、今年の、まあ総括というか、そして、来年の展望を含めまして、もっと言えばも大きな西部先生の持ってる世界観を含めて、どういう時代が今我々に訪れているんだろうということをちょっとお聞きしたいと思います。先生お忙しいところありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まず、まあ、平成27年今年も詰まってきたんですけど、まあ、今年は、まあ、中東を含めて、まあ、テロの時代と、いうことがあって、まあ、戦争がずっと各地でウクライナも含めて続いている。でやっぱり我々のイメージはまず世界に混沌が訪れていると、うん、本当に確固たるものが何もなくなってきたっていう、そういうある種の不安というか頼りなさ、うん、こういうものを感じるんですけど、先生は今年、まあ、今年だけじゃなくていいんですけど、うん、この頃というかこの20世紀か20世紀になった今回こうご覧になって、平成、まあ、27年、戦後70年ですね、どんな感じでご覧になってますか。もしもね2015年、はい、今年をね、はい、一口でまとめて切り出せようと言われたら、はい、日本を筆頭とまで言いませんが、はい、含めてね、現代文明がね底なし沼と見えるようなものに顕著に沈み込み始めた。もちろんねどっかに底があるのかもしれないけれども、はい、その底がどこであるかはね、私はもう76ですが、はい、私の少なくとも生きてる間には見えてこないような深いね、そこなし沼にはまり、それが一口でなぜかというと、結局はね政治における、ね、資本主義がね、はい、これがね荒れ狂っていますけれども、はい、大矛盾なのは資本というのは未来へ向けて投資をする、はい、ビジョンを求めて、うん、そこはそこでイノベーションでしかね、うん、新しい技術革新でしか金が稼げないとなる。でイノベーションイノベーションイノベーションってことは未経験の何ていうか事態がねこのように広がるということ で、 そうですよ、ね、ということはね未来を予測しきれないってことなんですよ、ね、予測できないね、はい、予測できるならいいんでしょ、確率的にしてよ、はいはい、でもどうなるかわからないね未来へ向けてね、その利潤の獲得を求めて、うん、各人が各企業がイノベーションを競い合う、うん、で実はそのイノベーションっていうのはシュンペーターの昔から、うん、実は独占利潤を求めてね、はい、そうですよ ね、 ね、イノベーション成功したものが、はい、先んじたものが進んですよね、進むんですよね、はい、ところがねそれで全世界で全世界では競争だと言ってる、うん、自由競争だと言ってるやつだ、うんね、一方で独占が、うんはい、独占を求めて進むわけですよ、ね、他方では自由競争の効率性というね、簡単に言えばエコノミストの嘘つきどもということになるんだけれども、いやエコノミストに限らず企業人までもがね、うん、僕に言わせばそういうね嘘の世界にもう全体でのめり込んでいる、うん、民主主義もこれはくどくど言う必要もあります、うん、前がね、うん、例えば自由民主だと言って、うん、アメリカ流の自由民主をアラブ世界がやってないして、うん、いろんな法を滅ぼしたと、うん、でノーベル賞はね、はい、チュニジアの4団体に出されたけども、あれはもう一種のカムフラージュで、うんうん、本当にねノーベル賞を与えている当日にねチュニジアではテロが起こってると、うんはい、ってな調子でしょ。それでああれだす、例えばエジプトではムバラクが良かったんじゃないか、うん、その前にイラクはフセイン時代が一番良かったんじゃないかと、うん、今で言えばねアサドで毒が悪いんだっていうね、つまり民主体独裁民主体独裁で独裁を潰せ潰せと言いながら、実際にやってみたら生まれるのは敬意を混沌であってね、本当殺人ばっかりですよね。それでねまだ独裁の時の方がね人々落ち着いて暮らせたということになって、つまり政治における民主主義がね俗情というか劣情ですね、劣情で動かされるようになってきているというね、この2つがね、しかもこれは引き返しようがないぐらいね、資本主義が広がり民主主義が広がり、うん、となるとね水島先生が何を頑張ろうが、もう僕ごときが何を言おうがですね、はい、これはもう全世界的なね、もう本当に不可逆の動きであって、うん、地獄の沙汰を見るまではですね、うん、このプロセスはやむまいと、うん、となるとかつて我々戦後70年のことばっかり言ってますけどね、うんうんうん、
ちょうどあれですよ、シュペングラーの本が、はい、先終わったのが18年と言われて、はい、出版が19年かな、はい、いずれにしてもね、第一次世界大戦の14年、15年に彼が本気で書いてるんですよ、はい、それから言うとね、ちょうどシュペングラーがあれは西洋の没落と言ってますが、はい、中身を見れば、はい、メソポタミアの昔から文明は最後にはですね、結局はあの新しい技術テクノロジカルなものに頭がパターン化され、社会もパターン化され、そして人々がね、なんていうか繊細さを失い、真の意味での幅の広い活力を失って固まって死んでいくというね、そういうシュペングラーの100年前の予測が、まあ、あの人自身ね、ちょっと気の触れたところがあるから、シュペングラー偉かったとまでは申せないのは残念なんだけれども、むしろね、シュペングラー文明の没落を言ってから100年目ぐらいに考えておくとね、ちょうど2015年のをなんかこう形容できるんじゃないかなと思ってますよ、ね、なるほどね。いや、そうなんですよ。それね、非常に大事なご指摘だと思うんですよ。あの、それともう一つはその歴史的なね、一つのこの100年というか、そういう、そういう必然という言い方あるじゃないですか、歴史の必然というのはね、というのを我々はその今言ったように、まあその没落、文明の没落って言っていいんですけども、そういうものを我々の国も含めてですね、あの、まあ、特に西欧のね、あの近代文明っていうのが、まあ、ある種の世界の主流というか、はい、そういうものになってたじゃないですか、価値観も含めて、でというのがその没落していくっていうのは、これは必然的なもんであって、そのまあ偉い政治家や偉いヒーローが出て、で変えられるもんかっていうこと、これは先生どういうふうに。シュペングラーが言ったのはね、あの明らかに彼ら必然論というよりかはもう、運命論としてね、運命論ね、はい、運命は春夏秋冬かな、はい、春夏秋冬と、はい、四季をめぐって、はい、冬と冬になって凍りつくと、はい、こういう宿命論、意味で必然論なんですけどね、はい、特に彼が強調したのは、文明が冬に近づくとね、はい、流行るものは二つあると。冬に近づくと、はい、一つはね、新しい技術への異様な関心の高まりね、はい、もう一つは新宗教と書いてありましたが、つまり価値観が乱れるというか、なんかいい価値観はないかっていうんで、新宗教の絵の異常な情熱、ところはね、日本では 今おっしゃる20年前になるんですか、オウム事件が起こったの、はい、僕オウム事件が起こった時それを書いたんですよね。オウムのような妙な、ね、はい、新宗教がなぜ、これやっぱり文明の没落の、シュペングラーの言っている2つのうちの1つだと、ところがね、日本ではそれがあんな形で潰れた結果、はい、今現在どうなってるかというとね、新技術、イノベーションそのものが新宗教となってね、あ、技術革新というか、そういうの自体が宗教的な意思で、もう、なるほど、それがすごいんだと、価値があるんだと、そういうふうに合体して、はい、それ以外のことは人間が考えられなくなるっていうね、はい、もちろん僕はね、自分がね、PC、パーソナルパソコンも使えない、車のドライビングをしないような、本当は僕の運動神経達者でね、すごい結構早かったっていうのは本当はねできるんだけどね、はい、まあ、どっかでそういうことしたくなくなっちゃったりしないだけだけど、はい、それからまたそういう新技術のね、はい、便宜も教養、あの、享受してるんですよ、はい、分かんないことあったらね、娘に言って、はい、北原白秋の野口雨情か羽生の港という歌はいつ頃できたか調べろって言ったら、娘はすぐ調べてくれる、はいはい、そういう意味で便利なものであることは認めるが、そ、ね、はい、人間がその程度の便利さへ向けてね、もう日本で言えば1億の民人がのめり込んでいくというね、これはもう人間精神の落ち着きのなさ、底の浅さ、そういうことの表れなんだと、そんなものは長続きするはずはあるめえと、こう思われて致し方ない。なるほどね、確かにそういう意味で言うと、スマホっていうかね、あれをもう電車の中で、昔は新聞読んだり本読んでる人が全部これですね、もう 90% ぐらいやってますね、電車の中で。あれは非常に難しいですよね、昔だって電車の中で本読んでる人いる、はい、じゃあね、本を読んでるのとスマホで、今かスマホにはなんか電子書籍で本も出てくるらしいけど、それどこどこが違うんじゃいと反発する人多いでしょうけど、僕はあんまり本屋に行かないたちだから僕が言うのも問題ですけどね、やっぱ本屋に行くときにはね、自分で意思があってね、
そろそろやっぱり書物っていうものに触れてみようかなと、うんうん、ね、映画館に行かずに本屋に行くと、うん、で本が山ほど並んでるでしょ、はい、最初は夏目漱石を読もうかなと思ったけど、うん、隣に森鴎外があれば、うん、そういえば森鴎外一冊読んでないなと、うん、森鴎外にしてみようかなとかね、うんうん、まあでも文学だけじゃなくてね、歩いてるうちにですよ、哲学もとか、うん、そういうふうにしてそこで自分の試行錯誤ね、はい、自分自身のプロセスで最終的には何千か払って何かの本を買うというね、はいはいはい、それはある種の身体感覚、はい、日常感覚の中で、はい、うん、その延長で電車で本を読んでるわけですよ ね、はい、今なんかのほんちょっとした思いつきでちょっとボタンを押してね、うん、はい、それで漱石1ページ分読めば飽きて他に誰がいたかなと、うん、森岡かなってまた飽きるとかっていうね、うん、同じように見えるけどね、人間のこの主体性というか身体性、うん、それもう一つ決断性っていうかな、はい、そういうことから考えると、ね、ね、かなり次元の違うもんだ。そうですね、あの我々が映画館へ行くことと、うん、テレビ見ることとすごく似てるんですよ、うん、そうですよね、なんか、うん、やっぱり映画はやっぱり時間作ってその場所行ってその空間を選んで、というのでお金も払うし、そうなんですよ、ところがテレビの場合は今おっしゃったようにチャカチャカチャカっていうね、うん、あれ見てちょっと見てつまんなかったらバッていうね、そうでしょ、で映画電話の場合が一番いいけど、うん、書物もね一冊、まあ、買った以上読む、うん、映画館入った以上終わりまで見てる、うん、それで面白くなければね、人間の批評精神がね、うんうん、なぜこれは書くもつまらない映画なのかと、こういう理由じゃないかっていうふうに自分で考え始めるわけで、うん、何事かね、で批評精神が自分の中にあるものが育つんですよね、これ批判っていうんじゃなくて物事を解釈する力がね、そういうものをね、やっぱ新技術というのはスマホを点検して言うと、そこに全地球の現象が情報として含まれてると思ってあれてるけど、はい、単にその地球をおもちゃにしてね、うん、おもちゃをいじくってる姿、はいはい、それは今の新技術なんですよね、うん、なんか確かにおっしゃるようにその映画とテレビのこと言いましたけど、本を選んで、うん、そのさっきの漱石から本を選んでって、うん、あれもこの偉いやつ、偉いというか、まあ、そのまま偉いんですけど、うん、こういうのを自分で選択して、うん、それで読んでみるっていうね、うん、このこう主体的なこう動きっていうのがあるんですよね、うん、ただこう与えられたものを選んで、うん、嫌いだったらパッと捨てるとかね、あの感覚は全く違いますよね、そうでしょ、今の、ね、主体的判断ってことは急に話をね、うん、飛ばして言えば、うん、例えばね、あのあれですよ、シリア難民がパリでね、はい、200人しか要するにテロを起こすと、うん、それでさすがね、フランスと、うん、イギリスが IS に対する空爆に遭ったと、はい、その前にロシアは今度アサド政権擁護のために空爆に入ってるわけですよ、はいはい、それで今度イギリスとフランスがね、うん、逆の理由で IS 撲滅で、それで今度ね、アメリカにもですよ、はい、アメリカもやってますけど、アメリカとロシアは、うん、共同歩調で IS をやっつけるべきだという、うん、そのことをヨーロッパは提案して、うん、でもね、考えてみればですよ、ロシアは基本的にはアサド支持なわけですよ、そうですね、はい、でアメリカはね、アサド打倒なわけですよ、そうですね、はい、つまりね、ごえつ同州せよとヨーロッパは要求している、うん、僕は何もそのことについての政治論をしたいんじゃなくてね、もともとそう考えたらですよ、今度の IS が何でできたかといったら、アメリカがね、多分あれロシア問題とも関係してて、これは馬淵武藤さんの意見になるんでしょうけども、はい、ロシアプーチンが牛耳ってるね、うん、ロシアの豊富な自然資源をグローバルマーケットに引きずり出せと、うん、そのためにはプーチンを打倒する必要があるというので、うん、ウクライナ問題をアメリカの加担で引き起こして、うん、日もさっちもいかなくなって、今度裏側からロシアとね、うん、非常に関係の深いシリアを裏側から壊すことによってロシアを傷つけようと、でアサド打倒に入ったと、多分そのまぶち説は正しいと、ね、私もそう思いますね。だってあのジャスミン革命とかあれ見ててもね、全部石油のエネルギー資源のね、あれをあの、まあ、石油メジャーって言われるものがね、再編しようとしてね、民主化という名のもとにみんなのカダフィとかあの全部やりましたからね。そうでしょ、イラクもそうですよね。ところが今このテロ問題でね、うん、テレビたまにスイッチ見るとですよ、うん、今言った当たり前のことが議論されている、はい、
ことほとんどないんですよね。おっしゃる通りですね、はい、僕のあれねバカなのかね、やっぱり自分でね主体性を持って、うん、この状況は何なんだって判断する力がないのか、まあ、同じことですけど、うんうん、そういうことなのかな、うん、そういうことは異様に多いでしょう最近。多いですね。だから本当にこれ私よく私も言うんだけど、これバカなんだろうと、うん、これ理由があるじゃないですか、こういう何かあった時は、うんうん、例えばフランス のこれこの間うちに出たゲストも言ってたんですけど、フランス のパリの事件、うん、あれ同じ映像しか出てこないんですよね、テロ事件の。なるほど。でものすごい統制されてるんです。あれ湾岸戦争のあれとそっくりなんですよ。なるほど。でもっと言うと最近分かってきたっていうか、まあ、それのあれで言えばなぜカダフィはやられたのかと、うん、革命という名のもとにね、うん、あれカダフィの一番の理由はその人が言うには、まあ、アフリカ統一通貨を作りたかった、もうそういうものとか、ボコハラムっていうのじゃないですか、ナイジェリアで女性を200人、ああいうのも全部実は武器がナイジェリア軍よりも優れてる、つまり装甲車を何十台も持ってると、うんうん、というようなことを言うと、やっぱりそこに後ろにいるアメリカとか、今度のイスラム国の問題で言えばモサドとかですね、うんうん、こういうものが実は混乱を起こしたりなんかして、うん、今先生がおっしゃったようなことを実は目指していると、うん、一見民主とか民主化とかいう名のもとにですね、そういうアラブ社会の中に混乱を起こしているっていうのはね、ことをやっぱり指摘がありましたけど、私もやっぱそういう傾向のね、だからこの分かりますね、そういう、まあ、国際金融資本とか言われる人たちのこの資本主義のね行く果てというのはもう果てしなくすごいなと。しかもその果てしなさでね、これは僕調べ物が下手でっていうか、やる気がないから断言はしないんですけども、一時期ネオコンがね、はい、イラク戦争の時に流行った時にね、ネオコンってどうして生まれたのかなっていう本を読んでたら、はい、ネオコンの創始形式上の創始者かどうか知らないけど、はい、アービング・クリストル、うん、親子が作ったんだと書いてあるんですよ。お僕ね、アービング・クリストルっていう名前に覚えがあったの。これは僕が18、19、19歳しか、トロツキストね、第4インター系、スターリンに追われた第4インターのね、はい、うん、それがアメリカ大陸に流れた、うん、だからトロツキはメキシコで殺されるわけですけどね、はい、アメリカにまでソ連の手は及ばないもんだから、うんうん、アメリカ合衆国に流れて、で第4インターとして頑張ってたの、はい、人がアービング・クリストルで、その人の言ったことがね、19の僕にまで、もう正式の本じゃないんですよ、はい、翻訳のね、はい、ガリバン釣りのパンフレットみたいにして流れてきて、それで僕覚えてるんですよ。だからまず間違いないと思うんですけどね、というのも考え方としてね、はい、あるプロレタリア革命でも何でもいいですわ、はい、そういう単純なね理想っていうかアイディアで全世界をね、はい、ほぼ同時的にですよ革命を起こせという、はい、そのトロツキストの考え方とね、うん、ネオコンのですよ、うん、アメリカ的自由民主主義でもって、うん、はい、一挙的に全世界の色を塗り替えちゃうっていうの、ね、一元化しようっていうね、はい、非常に構造的に同じなんですよ ね、はい、そういう意味で言うのならばね、うん、実は僕はこれ前からの持論なんだけど、はい、そういう次元で言うとアメリカっていうのは、うん、トロツキストまでは特定しないけれども、はいはい、やっぱ一種の左翼国家なんですね、うん、この場合の左翼っていう意味は、うん、空想な理念でもって大実験を社会に起こす、うんうん、この場合世界に起こしてるんですからね、うん、やってますよね実際、ええ、はい、それが、ね、左翼というのならばね、うん、やっぱりね左翼の全盛なんです ね、 そ、 うですね、その先頭にねアメリカ的なものがあるということについて、うんうん、日本のインテリたちが、ね、認識が足りないのがもう残念でしょうがない。いや、私もねそれは先生おっしゃる通りでね、単に中国だけ批判してね、うん、こっちの方を見ないっていうのはね、やっぱり私は同じ共通項を持ってると思ってるんですよ。まあ、言葉は違いますけどね、民主主義と、まあ、今最近共産主義なんて彼らも言ってないけど、うん、その非常に似通ったところがね実はあって、だからアメリカは自由で民主主義で良くて、中国はなんか一党独裁の社会主義で良くないみたいなね、なんか非常に単純なものがまだずっと続いてるっていうね。そうですよ、ずっと続いてるんですよ、
例えばあの8月、うん、1945年の8月9日にソ連がね、はい、参戦したのだって、はい、あれはルーズベルトがそれを進めたからスターリンがやったという、はい、そうですよね、あとはベースはね、うん、はい、もちろんルーズベルトっていうのはニューディーラーですから、うん、ある種のソフトソーシャリストですよね。そうですね、周りはアメリカ共産党が結構いたそうですからね、うん、あの時はやっぱりソ連とね、アメリカっていうのは同じとは言わないけど、うん、二卵性ソーセージぐらいは似てた、うんうん、今のね現代中国とアメリカもまたですよ、同じとは言いませんけれどもね、うん、何かこうある種こう空想な理念でもって、うん、社会全体に大実験を仕掛けるというね、うん、しかしながらこのパワーだけは手放さないという、うんうん、そういうやり方においてはね、アメリカと現代中国は相当に類似した構造を持っている、うん、それなぜ問題かというと、プーチンがね、うん、あの空爆 IS 空爆に踏み切ったには、はい、もう明らかにアメリカはアフガンのみならずシリアからも手をつけたけども、どうにもならない、手を引くであろうと、うん、じゃあアメリカはじゃあどこ行くんですか、シナ海に来るわけですよ、うんうん、それはスプラトリー南沙諸島なのかね、うん、東シナ海、うん、あなたがかかっておられるその尖閣あたりなのか、いろんなことあるでしょうけども、ただアメリカと現代中国はね、二卵性ソーセージなんだと考えた時に、はい、その分ね対立もするでしょうが、近親憎悪でね、うんうん、でもその分ね手を握るかもしれないんですよね、うん、そうなんですよ、そういうね対決と融和というその組み合わせでね、両大国がこれから一種の政治ゲームをやるわけですよ、うん、そうなんですよね、そこに日本がどうするかってことはね、はい、僕は別に反米で言ってんじゃないんですよ。いや全くそう分かりません。日本がね、やっぱり日本の力を身につけなければね、うんうん、アメリカに依存していればどうにかなるとか、うん、中国の悪口を言っていればどうにかなるなんて話じゃないんだってことをね、右も左も気づいてない。そうなんですよね。いや、おっしゃる通りでね、あの別に日米同盟がすぐダメだっていうわけじゃないんだけども、うん、今おっしゃったその基本線ですよね、うん、我々が強くなりちゃんとしない限り、まともに日米同盟も機能しないし、まあ、それがあのなくすためにも自分が自立できないとしょうがないっていうね、うん、そこの流れがねやっぱりね難しい、冷戦時代から来た、うん、いわゆる戦後保守と言われるね、頭のねじれ現象、ね、難しい、まあ、だから中国だけ批判してればなんか自分は保守だとかね、本当まだえらく残ってますね。そうなんですよ、うん、それと、まあ、先生ちょっと冒頭の話に戻るんだけど、私やっぱりその運命論というかね、うん、これはなんかすごくリアリティがあるんで逆に、うん、あの辛いとこなんですけどね、これをね、じゃあ我々じゃあこ、まあ、来年またもうすぐ来るんですけども、うん、来年じゃあどういう日本人としてというかね、人間としてもそうなんですけども、どうこういうそういったある種の没落というかな、価値観が本当にまあある意味で多様化というかね、言い方すれば、うん、あのしていくと、それぞれのまあ信じるところでバラバラにとにかく今主張し始めている、この世界の中でどう我々はね生きていくべきかというか、そういう感じなんですけども、どうですかそれ。それね、はい、ほとんど回答不能ぐらい難しい問題なんだけど、まあそうですよね、なぜかといったらあの経済のことにね話を限定して、うん、個別企業にすればですよ、はい、やはり技術革新イノベーションに先んじて、うん、少々の機関なりとも独占寡占利潤を獲得して、うんうんうん、その競争に負ければ自分の企業が滅びるというね、うん、もう熾烈な戦いの最前線に置かれてるわけですよ。そうですよね、はい、だから企業はどうしようもない、うん、それから政府にしたってですよ、うん、もちろんグローバル企業は全部ね、うん、現地生産で日本に本籍も持たない、うん、日本の下請け機関、うん、何もないって言うなら日本と関係ない話なんだけど、うん、グローバルと言いながらそうでもないんですよね、やっぱり下請けも結構国内にあるんですよね。そうでしょ、それで日本人のいわゆる、はい、作る技術の方が微妙なところで優れてますから、はい、グローバル企業といえども現地生産をもやってながら実は日本にとどまることも必要としているという、はいはいはい、そういう状態なんですよ。そうですね、今そうですよね、はい、企業もそこに行くしかない、うん、そのことをね政府の役所だって政治家だって知ってますからね、うんはい、そういう意味でのグローバリズムにね、うん、反対のしょうがないんですよ、うんうんうん、反対できるとしたら誰ができるかというと、ねうんうん、これが日暮れて道通しなんですが、実は我々普通の生活者が、うんうんうんまあ、水島さんと僕の村人たちがですね、
いや俺たちは大体そういう世界の構造を見抜いたと、うん、だからね新しいから飛びつく、うん、便利そうだからね、うん、あの買い物の行列に並ぶってな、そういうことはしねえよと、うん、俺たちは大概ね昨日一昨日やってたことを今日もやるし、格別不都合なら新しいものに少々関心も持つけど、うんうん、新しいものには石橋を叩いて、二度三度叩いて渡るか渡らないか、そんなもんだよと、うん、いうことをね、うん、この場合経済だから消費者ですか、うんうん、消費者レベルでそういう態度に出ない限りね、うんうん、このイノベーションというものをめぐるね、うんうん、しかも予測できない未来をリーマンショックのあのそのように予測できると称してね、うんうん、完全なほとんど詐欺ですからね、はいはい、完全な詐欺でしたね。ずれるけど、うん、フォルクスワーゲンのね、はい、環境問題の詐欺行為ってのは別にフォルクスワーゲンだけじゃなくて、おそらくそうですね、これねイノベーションの経済に伴うか、うん、本質的な問題なんですけど、特に新しいものを作ることについては、うんうん、作る側と買う側に情報格差があるんですよね。そうですよね、当然作る側はどこをごまかしてるか、はい、全部知ってるわけですよ。しかし ね、 そうですよね、確かに消費者は知らない、はい、その情報格差に応じて詐欺というのは誇張だとしてもね、いろんなごまかしとか誇大宣伝が起こりうるわけですよね。でそれがボロが出てきたっていうか、それがボロが出るわけでしょ、はい、ですからそれはもうあの別にフォルクスワーゲンの問題じゃなくて資本主義そのものの問題、うんうん、資本主義っていうのはそういうもんだっていうことがもしもね、うん、一般庶民が分かるのならば、しかり思考してですね、うん、資本主義の作り出す新しい下なもの、うん、あそういえばね、僕の時代、水島さんの時代どうかな、はい、新しいもの好きとか新しい狩り屋っていうのはね、どちらかといえば軽い軽蔑語だったんですよね、うん、ああそう分かりますよ、それそうでしょ、私10年下ですけど、あの本当にそれを今ねイノベーションってことはイノベーションだから、あの新しいっていいんだから、はい、新しいものが入っていくってことね、あいつら新しいものがありやのちょっとすっとこどっこいだぜというね、うん、昔の一般庶民はそういう、それありましたね、ええ、まだ私の時もちょっと分かる、あったでしょ、あります、あの江ノ県のね、あのもがですか、はい、あれから始まって、まあ、我々の時だってあれお前かっこつけてね、ええ、新しいものがありってありましたね、それは、はい、ただもうなくなっちゃいましたね、新しい方がいいみたいな、うん、その問題でね、僕はね、はい、もう20年間口を酸っぱく誰も、ま、真似すらしてくれないんだけど、うん、例えば近代ということをね、英語に対応すれば、はい、モーダンソサイエティですよ、ね、はい、それでね、モーダンを近代と訳した、うん、これはほとんど誤訳なんですよね、はい、だってモーダンっていうのは地引きを見るとね、その上にはねモデルっていうのがあるんです、はい、模型ね、はいはい、その原因なのがモードというのは流行、ね、はい、様式、つまりモーダンというのをどういうかって言ったら、模型が流行する時代という意味なんですよ、そこに、ね、うん、民主主義が入ってくるんですよ、うん、それがまさにそれですね、民主主義というのは結局は多数派の支配でしょ、うん、マジョリティね、うん、そしてね、これがまた言うとね、視聴者、うん、読者怒るんだけど、僕の小学校以来の経験論によるとですね、うん、多数派は大体ね、俗論に流れるんですよ。そうですね。聞こえのいい言葉、威勢のいい言葉とかね、本当に。どうでしょう。そうするとね、モーダンソサイエティっていうのはですね、分かりやすい、多くの人にとって分かりやすいモデル模型にが大量の流行となる時代。分かります。これがモーダンソサイエティでしょ。おっしゃる通り。こればっかりはね、私のようなマイノリティは小学校以来ずっと、いくら戦おうとも勝てない、多勢に無勢とはまさにこのことで ね、うん、そうですね、今やまあ無勢中の部でもゼロですからね。そんなことはないですけどね、そんなことはないですけど、でこれはね、にっこりと笑って我が敗北を、ね、の運命をかみしめると、うん、これしかないんですよ。ただ先生もそれそんな、まあそれはまあ言葉のあれですけど、ただやっぱり今おっしゃったように、その少数派はね、うん、多数決って民主主義って言うけども、多数派の暴力と感じるじゃないですか、そうするとやっぱり反発するっていうかね、そうなんです、自分が納得しない場合は話し合って諦めた時はいいけど、そうだったらやっぱり少数派ができることっていうのはテロってなるじゃないですか。そうやっぱり今の世界の地球全体の多数派というか権力と金とそういうものを持ってるもの
に対してね、ある、まあ、今いろんなテロ、さまざまなテロあるんで、うん、一概には言えませんけど、そういう反逆というか反抗というね、いう面もやっぱりそのテロと言われるものに あるんじゃないでしょうかね。おっしゃる通りなんですよね、ちょっと話をね、はい、その話を横滑りさせると、はい、日本人は小学校の若い時から議会制民主主義ということを覚えさせる、はい、それで議会で採決して多数と少数が決まるぐらいしか持ってない、うん、でも議会とは何じゃって言ったら議論の議ですよね。あれパーラメントって英語で言うけど、うん、パールっていうのはおしゃべりっていう意味なんですよ、うんうん、つまり議会で議論するってことの意味にはね、実は議論してるうちにね、お、あの少数派の野郎たちね、結構いいこと言ってるじゃないかと、じゃあ俺たち多数派の意見を少々修正しようかとかね、例えばですよ、そういう可能性を含んでの議論なんですよね。ところがね、議会で議論が行われない、議会どころか新聞もテレビもね、通りのいい言葉だけをピーヒャラピーヒャラやってるだけ で、ね、まともな議論をしようとしない、うん、結局あれでしょ、採決して多数か少数、そしたらね、そういうデモクラシーは実は多数決といえば聞こえはいいが、裏を取れば少数派の排除なわけです、うんうんうん、それで歴史を振り返ると概ねね、正しいのは少数派の方なんですよ、うんうん、時間が経って振り返ればですよ、うんうんうん、そしたら簡単に大げさに言えば比較的正しいものを排除する制度としてデモクラシーがね、うん、こうまでグローバルにすら広がってきたら、うん、それはどっかで少数派はテロに訴えるわけですよ。そうですね、僕は何もテロを礼賛してるんじゃなくてね、うん、よくありなさい、もうテロが、ね、起こる必然というものをね、実は世界的民主主義がばらまいてるんだと、うん、そこに経済というイノベーションという物質的なものすら絡み合って、うんうん、やりきれんなこれはというね。いや私ね、その先生がおっしゃる通りで、それが現実になっちゃってるじゃないですか、私ただちょっとね、そのまあ、あとも時間も少しなくなってきた時、まあ、私はまあ日本のことを言うんですけど、和をもって尊しとなすとかね、うん、いうような形っていうのはある種の多分議論をして、うん、先生が今おっしゃったような少数派にもちょっといいことあるじゃないかということで、うん、どっかで妥協してね、ベストじゃないけど全体に言えばまあお互いに納得し合うようなものを、まあ、村社会みたいな形でねやってきたものが実は我々今西欧かぶれになっちゃってちょっと忘れてるんじゃないかっていうね、うん、しかもそれもっと掘り下げて言うとね、あとどう時間どれあるのか知りませんけど、6分ぐらいあります、はい、人間一人びとりはおかしくなってるんですけど、考えたらね、はい、人間はねモデルじゃありませんから、うん、少々複雑なのでね、うんうん、まあ、僕もふと考えればですよ、はい、多数派と同じような意見になるかもしれない、うん、でも人間のおつもって複雑ですから、うん、おい待てよと、今俺はふとねなびいたことでええんかなと思うと、うん、自分の頭の中に、うん、実は少数派の気分も出てくる。あ、そうですよね、それはだからね、多数と少数というふうに僕もさっき言ったけども、うん、実はそのね、人間の頭が単純化してるってことなんですね、うんうん、それでほとんど一色に塗りつぶされて、分かりやすいからええやんって言ってね、本当は自分の頭を掘り下げればですよ、分かりづらいことも過去を振り返らなきゃいけないこともいろいろあって、なるほどと、俺の頭は複雑だなと、え、何をよるべにしてね俺の頭を整理しようかなとすると、そこで出てくるのが本来伝統の精神だったんでしょうね、うんうん、そうですね、長い歴史を踏まえればどうもこういう基準だと、したがって俺がのこの場合は、まあ、いや俺の意見はこの辺りに留めておこうというふうな、うんうん、ですからね、モデルがモードとなる時代っていうのは単に時代状況じゃなくて、そうですね、人間個人がね、うん、そうですね、非常にこのなんてモデル化されるっていう、ロボット化するね、うんうん、サイボーグ化する時代、ボタンを一つ押せば自分の頭がキュッと動くようなね、そういう意味でね、非常に人間が人間らしくなくなっちゃってるという、そうなんですよね、面白くない時代になっちゃったんですよ。本当になんか感情の火だとかね、心の火だとか、なんか四季折々とか、私なんか思って、まあ、さっき言った新しいものに対するある種の軽蔑とね、ちょっと羨ましがったり軽蔑したりとかね、いう、まあ、前に我々の頃は昭和30年の頃はテレビが
町内で誰が最初に入れるかっていうのでね、そうするとまあ羨ましいと思うのと同時に、何やってんね調子に乗ってね、あのっていうようなのがあったんですね。ちなみにうちは町内で2番目だったんで、うちの親父はモダン野郎でよくなかったかもわかんないですけどね。ただあのそれと先生ね、やっぱり私あの一番この間あのアメリカの学者とテレビで言ってたの見たんですけど、縄文時代は1万年文明が続いたと。これはメソポタミアやあのエジプトやその古河文明、あれ2000年か3000年でみんなインダスも滅びてるんだけど、1万年続いた文明はないというね。でその中であのちょうどあれは狩猟採集なんですよ。でただ狩猟採集民族だったのに、あの栗林を全部作ってというような、三大遺跡とかああいうのを見るとですね、そういうものがあったと思うと、私はやっぱりさっきずっと先生おっしゃってた新しいものを選ばなくてもね、共同体の中でそのまあ今って稲作ができたんでもこと拒否したらしいんですよね。あのその日本のその三大遺跡のあたりのものすごい大きな集落なんですけど、そういうことを考えるとなんかもう一回ちょっと改めてガラガラ踏んでね、人間の生き方とかあり方を賛成です、本当考えなきゃいけないなっていう気しますね。僕ね、まあ、どうしようもない、ないんだとしてもね、もうヨーロッパかぶれで言うんじゃないんだけど、ヨーロッパ人たちは18世紀末から19世紀にかけて、民主革命、産業革命、さまざまな大実験をした挙句にね、19世紀の政党もなれば俺たちおかしいんじゃないかっていうね、そういうね、やっぱうちの自己批評に到達してる人々が少なからずヨーロッパに多いんですよ ね、 そうですよね。本当はね、日本のような立派な歴史を持った国はね、俺たちアメリカにねやられて、アメリカに負けまいと思って頑張ったけども、これちょっと頑張りすぎじゃないかと、この行く末にはね、人間のロボット化とサイボーグ化しか待ってないんじゃないかという、そういう落ち着きをね、本当は持てる能力を持ってるはずなんですね。そうそう、伝統はあるんですよね。そうでしょ。だからそれが消えちゃったから、その非常に細々しいなんかになってるんですよ。だからまあ、あのちょっとこの討論、議論、対論に入る前に、もうアーミッシュとかね、いろんなものの生き方があるっていうね、まあこれはあの具体的な問題としても本当にもう一回そこまで含めてちょっと我々の生き方考えなきゃいけないと思うんですけど、今日はですね、西部進先生に文明論を含みましてですね、今日はちょっとそのこれからの我々の生き方、いろいろお話しいただきました。またあのこういう形でじっくりとですね、先生にそういう文明論あるいはまあ経済論も含めてですね、いろんな形で、お話を伺いたいと思います。来年また先生またよろしくお願い申し上げます。こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。